はい、こんばんは。来た、来た。来ました。とうとう。よし、来た。とうとう。5万年待ってた自宅。そんなには待たしてない。待ってたよ。おい、銀。はい。はい、やってまいりました。おうち千葉銀家です。はい、和室なの。和室ですね。和室ニコ生じゃないだと、すいません、パソコンまだ設置してないんで。はい、そう、パソコンまだ設置してないということで、今日 BGM も何もない、もう一生ないかと思った。綺麗な家じゃねえか。せやろ、やっと連れてきていただいた。申し訳ねえな、渡してな。やっぱ千葉銀ちっぽい。ほんと？誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そうか。え？そうか。え？誕生日迎えてから、こうやって配信で出るのは初めて？配信サボりの鬼。ちょっと待って。配信自体はしてただろ？モノ君とゲーム配信もしたし、ホテル配信もしたし。配信自体はしてただろ？自宅配信をサボってただけだ。おう、な、そうだよ。うわ、自宅初公開やん。そうだよ、もうやらないかと思ってた。初めて自宅配信見れた。綺麗に本並べてんな。そんなことないよ、割と適当に並べてるよ。ベース弾いて、はい、今日はベース弾きますか。今日はベースは弾かないんじゃないかな。だって BGM 流すものがないんだもん。うん、いや、それ、ベースだけも、ベースの音だけ聞ければいいんだったら、ええよ。いや、今日ベースないんじゃないかな。もう、景色が前と変わんない。あ、そうだよね。前も後ろに本棚があってね。ベースが BGM。一年何してたんだ。こっちが聞きたいよ。忙しくしてたよ、この一年。忙しかったよ。本当に。全然自宅配信できそうやん。いや、それがね、もう片付けたんですよ。ね。この部屋は。もうこの部屋ひどかったんだから。今ね、よく設置したけど、あそこに。あそこに設置したけど。ね。あそこも全部、もう全部荷物だったんだから。よく捨てられてなくてよかった。よくずっと生きてるって言ってたじゃん。信じないんだから。よくさっき設置したろ。さっき設置したよ。こんなとこにいないよ、いつも。よくあれ、あれだもん。ギタースタンドに今立ってんだから。自立できないから。うん。よくはね。よくは今こうやってギタースタンドをこうやって抱きかかえてる状態で立ってる。ギタースタンド見えないけど。今ね。ギタースタンドこうやってる今、うん、よくツイートして、なんかよくちっちゃく見える。奥にいるからね。奥にいる、距離があるからね、うん、カレンダーとポスター貼らない。カレンダーとかポスターはね、1枚だけクラッシュオブクランのポスターがあってあります、うん、金属抱えて寒そう。よく最近ファンになったから知らなかった。あ、俺が自宅配信もやらなくなってから、こう配信とか見るようになってくれたってこと。それありがたい、ありがたいね、うん、なんでヨックを遠ざける。もうそれはだな、俺が今ここに座ってるだろ。でヨックがあそこにいる、その間には布団が敷いてあるだな。その布団の奥に今ヨックがいるわけだな、うん、ヨックが、そうだな。そうだから今距離がちょっとな、うん、あるな、うん、和室、うん、ヨック連れてきて、連れてきてもいいけど、万年床せんべい布団がね、うん、ベッド派じゃないんだ。こんばんは、今来ました、いらっしゃい。よく連れてきてもいいけど、よくおいで、よくおいで。はい、ここ来て、はい、ちゃんと立って、ちょっと立ちなさいよ。ちょっとあかん。あかん。
はい、ちゃんと立って。こんばんは。はい、こんばんは。よくくたばっておる。もうね、もう結構ね、犬にしてはもうそろそろ高齢ですからね、うん、よく顔でかかった。よく虐待するの。してないよ、してない。扱いが逆。なんか年取った。年取ってない。前からこんなんだよね。グラサンかけてたくらいだよ前は。ちょっとね、うん、高齢化社会だ。そうだよ。誰ですか。え、どっちの話。僕の話かな。うん、犬畜生。よく洗ってあげた。洗ってない。ん、のこが配信かぶせてきた。あ、ほんと、ほんと。いや、それじゃあ行く人行ってください。はい、千葉銀動物ののこちゃんも配信するみたい。のこさんニコ生。またか、旧宅でもかぶせてたら、のこさんかぶせないでほしかった。いってらっしゃい、いってらっしゃい。はい。千葉銀最後まで見る。はい。まあ、ということでね。まあ、そんな感じで。まあ、もう、新居でもなんでもないですけど、ね、1年前にここに引っ越してきました。ね、のこさんかぶせてくるのいいけどさ、さあ、いいけどさ、部屋は綺麗なの？綺麗じゃない。一年早いね。ほんと早いよ。ほんと早いよ。ベース弾いてくれよ。ベース弾くかい？いや、マジ、ほんと一年もうずっと、結構忙しかったね、この一年ね。ほんとにね。間取り教えて。あのね、ここがね、和室。ね。で、横に一応この和室と同じくらいのちっちゃいリビングみたいなのがあって、で、そのリビングにキッチンがついてる。二部屋。アイコスは匂いつかない。アイコスはね、匂いほぼつかないね。今北産業よろしく。いや、そんな大したあれはしない。ヨックが近づいただけです。住みやすい、住みやすい、住みやすい。二部屋、で、前の家も二部屋ありましたよ、一応。いくらこの家賃ですか。聞きます。家賃聞きます。アルバムの曲弾いてほしい。いや、弾いてもいいけど、BGM が流せないんだっちゅうの。ベースだけでいい、ベースだけでいいなら弾くよ。弾くけど。あれ、今チューナーが。やったぜ。これは楽しみ。いや、本当に楽しみかい？だって BGM ないんだぜ。いいの？それで。いや、いいならいいけど。
すごいプロみたい。近所大丈夫？大丈夫。で、なんだって、アルバムの曲を聞きたい。え、ちょっと待って、お前らそんなベースそんな好きだったの？そんな弾くなとか言ってたじゃん、弾くたび。そんな好きじゃなかったろお前ら。新居紹介してよ。いや新居、いや、俺もそのつもりだったよ。俺もそのつもりだったよ。一応俺はもうベース始めたし。あ、そうなのかい。うん、先お話ししよう。キャスの最後にベース弾くのが好きやで。ベース弾かせろ。お願いだからベースだけは。ベースはもっと深い時間が良かった。じゃあ弾か、どっちやねん。弾かないよ。じゃあ持ってるよ。じゃあそれでいいかい。持ってるよ。おう、ええか。ね、持ってるよ。そう、間を取ってね、間を取って持ってるよ。弾けとか弾くなとか言うから、うん、持ってるよ。何飲んでる？豆乳持ってね。まあというわけで、まあその間取りはそんな感じで、家賃聞く？部屋の隅々まで見せて、部屋の隅々までね、見るかい？いや、あの隅々まではね、やばいよ。うん。この部屋だけでも見せて。いや、あのね、ぶっちゃけるよ。ちょっと待って。まあ、ちょっと見る前にちょっと話を聞いてくれ。ね。ね。とりあえず、ね、部屋はね、片付いてない。この区画だけ、綺麗にしただけなので、あのね、リビングとか、やばいよ。うん。マッサージ店ありますよ。千葉県雰囲気変わりました。本当ですか？見せなさい。寄せただけパターン。片付けたよ。だいぶ片付けたけどね。うん。まあ、見るだけ見ます？ちょっとあの、その、近づけてさ、俺がね、こう、携帯持ってね、はい、これがこうやって家でーす、つって、ちょっと、隅々まで持ってくのはできないけどさ、ちょっとこっから見るくらい見ます？ね。家賃ちょっと待ってよ。よいしょ。あ、唯一貼ってあるポスター、クラッシュオブクランね。はい、これがまだ置いただけで設置してないパソコンね。置いただけ、裏が何にもつながってないね、パソコンね。壊れてます。これ壊れてます。で、まあ、そっからこうグッと行くと、このアンプがね、今投入と、こんな机で今配信をねしておりますね。こっから先もやばいっす。もうやばいっす。はい、もうやばいっす。で、こっからまあこう荷物が、こう、もう段ボール見えちゃったな。もう見えちゃったな。で、これ奥のリビングがね、こう洗濯物がね、こうやって上のこの壁に部屋干ししてありまして、奥のリビングはもうダメっすね。あー
あーあー、おかえりなさい。はい、はい、おかえりなさい。いやー、やっちまったよ、これはやばい。あっちのお部屋行けるの？行けるよ、なんとかな。動線はある、動線だけある、悪くない、大体想定内。整理整頓苦手かな。片付けがね、苦手だね、うん、なかなかのお部屋。いやー本当にね、やっぱツアーが一本あるとね、もうバッと、また汚れますね。こう帰ってきてさ、ツアーガーッと行ってると、こう差し入れとかもいただくじゃないですかね。で、差し入れとかも、もうとりあえず置いて、もう次の日仕事を、また仕事をみたいな感じで、もう洗濯物とかもどんどん溜まっていくし、で、今リュックとか見えたと思うけど、もうとりあえずみたいな感じで、もう過ごしてしまうので、ヒゲだけじゃなくて部屋も汚いの、すまんな、ヒゲ汚い。そうで、そうアンプまでは綺麗だ、そうでしょ、アンプまでは綺麗で、ツアーはまあ終わったんですけど、12月ね、3日に終わったんですが、まあ今度ね、ヨルダンさんとツーマンのね、2箇所回ったりとか、僕とモノ君の白熊の生誕の準備があったりとか、あったりとかで、もうほんとね、冗談抜きにね、多分一日も休んでないんじゃないかな。ツアー終わったけど。終わってから。アリさんマークは正解。そう、風邪ひかなくてよかった。いや、本当にね、なんとか体調を保ってるのが不思議なくらい。うん。で、そう。明日ね、あれですよ。今年最後の新生かまってちゃんライブなんでね。ぜひよかったらね。2017年最後の新生が待ってたら見てくださいね。うん。誕生日を言うと、ありがとうございます、ありがとうございます。そうそう。すげえキモいこと聞くけど、聖子ちゃんっていい匂いするの。すげえキモいこと聞くな、お前。いや、わかんねえな、匂い。意識したことねえな。うん。そう、チーナとね。そう。チーナフェス、明日ありますんで、ぜひよかったら来てくださいね。バイオリン楽しみね。久々芝さん入りの新生かまってちゃんだぜ。明日の見どころは、だから明日はね、あれだから、チーナフィルで、かまってちゃんの曲やってくれて、まあ、ちょっとそこにゲストで、かまってちゃんが参加して、まあ、多分ノコが歌うんだろうね。うん。だからオーケストラバリのセットで、かまってちゃんの曲が聴けるというコラボもございますし、やっぱなんといってもやっぱかまってちゃんの出番の時にやっぱ柴さんが出てくれるので、うん、全曲コラボそんなわけあるかい。チーナフィルの曲ばっかりやって、多分1曲だけかな、うん、やるんじゃないかな、うん、そう、まあ、なのでね、多分当日券も出ると思うんで、明日来てくださいね、うん、それ早く言うて、言ったし、柴さんとコラボキャスみたいなした時言ったし、うん、ちゃんと聞いてて、うん、シングさんの撮影入ると思います。逆、楽屋配信希望の楽屋配信は多分ないです、明日は、うん、てか配信自体ないっす、うん、言ってたね、言ってたよね、そう言ってたでしょ、そうだよ、そうだよ、言ってたよ。チケ取ったけど3時間くらい間に合わない。辛い。それは辛いな。うん。千葉さん冬休みなさそう。冬休みなんかないね。多分このまま千葉もの生誕まで、もう空いてる日あったら準備するみたいな。そう。
いや本当にお呼ばれイベント、そうお呼ばれイベントはねちょっと配信厳しいね、さすがにね。そう、うん、千葉県にシャンシャン見に行こう。えパンダ？パンダ、パンダ可愛いね。芝、うん、さんって昔一時帽子かぶってた、帽子かぶってたっけ？かぶってたっけね。うん、年末年始は、年末年始は千葉もの生誕さえ終われば25からはとりあえず寄ってないかな。いやあるな、いやあるな、あると思う、うん、パンダかわいい、生誕行きたい。いや生誕ね、生誕、いや生誕ね、あれね、頑張っ、めっちゃ頑張ってるよ。年越し配信はもちろんあるよ。年越し配信ありきで予定だよ。うん、年越し配信ないわけないじゃん。あるよ。うん、弟銀にお年玉いくらあげんの？いくらだろうね。5000円くらい。うん、かまってちゃんで年越せるの最高。いや、そう言ってくれてね。ありがとうございます、本当にね。いや本当にありがたいっすよ、本当に毎年みんな年越しできてね。うん、VR 配信も気長に待ってる。だ VR 配信はのテレビとかがね、そうあっちにあるから、あっちが片付かないことにはなんともならないんですよね。まあ、とりあえずこの区画を片付けて自宅配信をできるようにしようっていうコンセプトで、あのここまで片付けただけなので、そうだからちょっとまあ休みがあればもう自宅配信はもうガンガンやってきます、ガンガンやってきますが、あのそのね、ノコを招いてリビングで VR 配信だとか、まあ、そういうのはもう全体片付かないことにはちょっとね、ちょっと厳しいです。ちょっと厳しい。来年中に片付くといいね。そうだね。そうしよう。そうだと思う。うん。なんで汚いと配信できないの？いや、汚いと配信できないとは言ってないよ。あの別に俺だって汚いと配信できないんだったら、もうだって映さないでしょ。今映したでしょさっきね。汚いと配信ができない、その汚いとこを見せたくないというんじゃなくて、あの人が入る隙がないね、人がもう人が入る場所がない、人っ子一人座れない。なんで本棚は綺麗なの？本棚は綺麗、確かにね、言われてみれば本当は綺麗だね、うん、来年の抱負だね、お片付け。そうっすね、うん、配信ならぎゅうぎゅうに呼べるね。だからね、だから部屋をなんとかね、人呼べるくらいまで片付けて、ちょっとのこさん VR 配信したいですね、うん、来年の変態いちご狩りおじさんはいつ？ないでしょもう。あれだってどうだったんですかねあれね。あそうだ、家賃の話をさ、こうやってね、あの部屋移してからしようと思ったんですけど、まあ、いくらだと思いますかみたいなね、話をね、うん、家賃当てします。お、どうぞ。おいくら？65,000円。6マソ、3万、4万、7万。何県？千葉県っす。あ、ちなみに、駅まで、なんと、徒歩3分。え、やば。駐車場込み、いや駐車場抜きで今考えてるかな、うん、駅ってどこや言うか、そこまでアホか。いい物件や。そうなの、いい物件なんですよ本当に。あのね、もうモノくんがね、あの実家出たらここ住みたいんだけど空いてないかなっつって他このアパートの他の空き部屋ないかなっつって、うん、言ってくる。そう、一緒に住めば嫌だよ、うん、
はい、正解は35,000円です。いい物件なんですよ。そう、安、そう、安い。本当は4万円だったんですけど、本当は4万円だったんですけど、その俺がその内見に来た時に、壁とかがすごい、多分タバコを吸う人だったようで、すごいもう壁とかもう全部まっちゃっちゃだったんだけど、あのこれ張り替えなくていいんで家賃安くなったりしないですかねみたいなことを言ったら、ちょっと交渉してくれて、3万5000円まで下がりました。4万円から。そう、風呂トイレ別です。そうで、もう壁自分でね、全部拭いたりね、そう、全部壁拭いたりとか、もうそういう努力を頑張ってしたらね、荷物を入れた時点でもう完全に力尽きてしまいましたね。トイレ和式、洋式だわ。洋式の上にウォシュレットもついてるウォシュレットもついてる上に、あれ、便座があったかくなる。素晴らしいすごいでしょ、すごいでしょ。そうなの、すごいんですよ絶対事故物件やそうなの。いや、もう事故物件でもいいっすよ。お化け、いやー、普通にね、今んとこ、あ、でもね、なんか夜中のね、12時とか1時とか、なんか、そんくらいの時間に、子供のトトトトトトトっていう、歩く、走る回る音がしますね。この時間にみたいな。それくらい。初見です、はじめまして。あ、いらっしゃい、初見さん、いらっしゃい。はい。それくらいかな？うん。以上。毎日じゃないね。毎日じゃないね。タラちゃんの足音。あ、タラちゃんの足音はね、ペペ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 ってもっと高いやつだからね。うん。いや、ネズミ、そんな軽くない音だね。そんな軽くない。うん。千葉金霊感ある方、いやいやいや、そんなことないですよ、そんなことないです。家賃安いのは素晴らしい。いやいや、本当にね、家賃安いのはね、大正義ですよ、本当に正義。うん、タラちゃんをバカにするな、してない、してないですよ。うん、怖くないの。いやいや、別に、だって別にね、本当に横の部屋の子供が走り回ってる可能性も全然ありますし。まあそんな感じで住んでおります。そろそろ1年くらい。地震に耐えられる。いや、なんかね、最近結構揺れるけど全然大丈夫だよね。防音は大丈夫。ね、だから防音を考えてね、この部屋のここにしてるってのもあるんだけど、そう、今こっち側押し入れだし、で多分ね、この壁の後ろが多分他の人の家なんですけど、まあ一応この本棚的なものを置いて防音みたいの考えて、窓もね、一応もうほとんどのものにマジでお金かけてないんですけど、カーテンだけすげえ防音カーテンみたいなの買って、一応こっちと、まあ、君たちの後ろがカーテンなんだけど、こっちとで、防音バッチリみたいな感じにして、まあ、あっちは一応空間があるからね。本当はお片付けをして、襖をピシャッと閉めたいんだけど、まあ、そんな感じで一応防音は、めっちゃ考えてやってはいる。うん。角部屋、カードではない。うん。前より声大きい。本当？声大きい。一回全力で叫ばない。絶対叫ばない。
でもメジャーアーティストが千葉の貧乏学生みたいな家賃で暮らしてるとか辛いんだが、何を言うてまんねん、何を言うてまんねん。何回、3階建ての3階。お隣さんが何者か知らないの？いや知らないよ、挨拶もしてないもん。すれ違ったら挨拶するけどね、引っ越してきましたよろしくお願いしますみたいなのしなかったね、うん、学生の方が稼いでそう。そうかもね、そうかもね。前より家賃安くなった。いやいや前と一緒、一緒くらい、一緒くらい。新生かまってちゃん知ってるか聞いてみて。綺麗な感じですか？別に外装とかはね綺麗じゃないけどね、綺麗じゃないけど、まあ中は別に綺麗ですよ、学生より安いとこだわ。エレベーターなしなし。3階は見晴らしいい、そんな別に何もない場所ですからね、あの千葉のクソ田舎に住んでますから、住めば都なの。まあまあ車があればね、あのどうとでもなります。なんでのこと配信かぶってるの？俺に聞くなし、俺に聞くなし、何線沿い言わないし、言わないし、ほんと車怖い。今夜は双子座流星群が見れるらしい。へえそうなんだ。ノコが荒れてるぞ。ノコがかぶせたんじゃ。ノコさんどうしたの？ノコさん配信で減ったの30人。ベース弾く千葉銀。この部屋に一人だけなの？この部屋に一人だけです。千葉住みですか？千葉住み、そう。築年数はね割と言ってたと思う。多分俺と同い年くらいじゃないかな。もうちょっと多分そんくらい。もう一人いるよね、この部屋に。この部屋にいないよ。子供いないよ。千葉銀の子さん激おこだった。レンジは買った。レンジはそう、あのね壊れたってツイートしたら、あのね差し入れでいただきまして、今ありますレンジ、よく忘れないで、忘れてない、あ一人と一匹って意味、そういうこと、そういえば千葉銀誕生日の人、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、千葉銀50歳だっけ。32歳になりました。はい、32やで、32。どんどん特定中に情報を渡すやん。そうだね、あんまり言わない、あんまり言わない毒は、よく元気かよく元気。いやーね、もう来年はそして33歳差ですよ、本当にね。33歳の春休みツアーって決まりましたけど、ね、32歳おめでとう。お誕生日のエピソードをお誕生日のエピソード、え、お誕生日のエピソードだから、もう車を運転してたら、あのいつの間にか誕生日になっていて、でちょうどね、ガソリンを入れにパーキングに寄ったのかな。そのあたりで美佐子さんに写メを撮られて、で次の日は帰ってきて寝て終わりましたね。はい、そうですね。メンバーから何かもらった、もらった、みんなからもらった。のこさんもくれたし、モノくんもくれたし、美佐子さんもくれたし、みんなくれた。ケーキ食べてない。何もらったの？ね、ほらあのケチって有名なのこさん、そう、あのね、あの美佐子さんは、あの前も言ったようにね、例のあれをくれましたし、モノくんは iTunes カードと iTunes カードとAmazon ギフト券くれました。はい、でのこさんは iTunes カードくれました。まさかかぶっちゃったやつ、まさかかぶっちゃったやつ、あの、はい、そう、あのね、そう、
あの昨日か昨日おとといあの仕事だったんだけどね、俺がモノ君迎えに行ってノコんち迎えに行った時にノコが乗ってきた時に「はい」っつって「どうしたの?」っつって「ではあげるよ」っつって誕生日プレゼントでしたね。でモノ君にも何かこれくらいの暖房これくらいの段ボール渡しててね渡してましたよ、うん、課金中になっちゃう。そう iTunes カードそんな使う、あの曲とかもね買うしね、うん、課金もねしたいしね頑張ってちゃんメンバースーパー優しい。そう時計だった、そう時計そうのこさん近年ケチじゃない説。モノ君時計だった。そうやんモノ君誕生日だぜ。あと1時間20分でね、1時間20分で千葉君久しぶり、あい久しぶりせやで。マジっすか。マジよ、うん、電話しよう。ちょっと待って、電話、そうだ電話ね、できないや。だって携帯使ってるもん今キャスで電話できないや、うん、パソコンじゃないからできないや、うん、ねえ、っていうか、あの、俺が配信して、ノコもかぶりでして、モノ君しないっていうのは、どういうことなんですか?コラボキャスっつってもね、コラボキャスってしたことないんだよ。わかんないんだけど。コラボキャスって、公衆電話公衆電話。モノ君昨日夜してたから。これコラボキャスってだってモノ君がツイキャス開いてないとダメなんでしょ。モノ君がツイキャス開いてて12時に俺の配信見てないとダメなんでしょ。何年キャスやってるんだよ。いやつってもさ、コラボキャスってそのすることないじゃん、うん、モノ君見てるんじゃね。いや見てるとは思いますけど、見てるとは思いますけどね、枠もコラボ枠にしないと。あ、コラボ専用枠みたいなのがあるんだ。なるほどね。ツイキャスの違うアプリ取らないといけないの。めんどくさ。俺このアプリしか取ってないよ。うん、モノ君女の子と一緒かな。ね、なんか電話したらね、なんか新しい彼女とかと一緒にいたらどうしよう。絶対いないと思うけど。うん、モノ君が千葉銀地に来ればいい。ね、来りゃいいけどさ。おいでよ、モノ君来てたらおいで。ちょっと電話できないから、うんうん、ねえわ、失礼、それはないモノ君おいで、うん、ねえ、千葉銀彼女できてない。呼びつけるスタイルだってね、しょうがない。駅近いなら来れる。ノコからこっち来ると落ち着く。そ、ノコさんそんな荒れてんの。おいでよ千葉銀の森。北海道寒いっす。北海道寒いだろうね。モノ君おいで。モノ君声、いやね、見てまず見てるか分かんないけど、ね、ノコさんうるさい。ノコさんうるさいんだ。ノコはニコ生か、うん、みたいね。ノコさん荒れてる。ノコちゃん季節のものだから生理かノコちゃん。ノコさんチラ見して戻ってきた。うる、生理ね、うん、ちょっと見たけどのこさん荒れてた。モノ君に誰かメールしてなんでみんなメールアドレス知ってんだ。モノ君の庭戸でのこちゃんうるさい。のこ荒れてた。あれ最近荒れてる。生理か。モノ君来てほしい。チラ見してすぐ戻る。千葉引いて。ニコニコクレッシェンド発表会見た。いやいや、の後々なんかまとめみたいのに見ましたよ、うん、別に今荒れてないよ。あ、そうなの。千葉銀が配信するとか知らねえよアホらしいっす。いやいいっすいいっす。あのノコさんはノコさんで、あの見る人は言ってくださいね、うん、
謎機能冷やすですよね。ねなんかねめっちゃ叩かれてたね本当ね。伊達メガネいやめっちゃ反射してるやん、めっちゃ光反射してるやん、うん、千葉銀スイッチ欲しい。あースイッチね、いやなんかゼルダがくっそほど面白いらしいという、うん、天文学の最後らへん弾いて、千葉銀おひさ千葉銀、そこめっちゃ好き。千葉銀ってどれくらい目悪い？いやもう 0.0 なんじゃないですか。猫猫レスキュー弾いてて楽しい曲は何？なんだろうね。新しいアルバムだと響かれちゃうかな。好きなのは、あのね、まあ、ベースラインやっぱ楽しいですよ。で、いいの？これ、いいの？これ。弾いて、もうベースコーナーになっちゃっていいの？はまだ早い、はいね、そんな感じね、はい、手元見せて、いや弾かないからね。姫迫さんが褒めてた夕暮れの鳥のベース、あ本当やばいや、ベース単体って初めて聞く。いやね、あんま弾くことないよね、うん、リッケンとマイスリーと夕暮れの2番が個人的にベースいい仕事してる。夕暮れの2番って1番と同じやで、今時のこのベースも良き。ありがとうございます、ありがとうございます。まるでプロ。近所から苦情来ないかしら。でもこれくらいならね、あの結構ね大丈夫だと思うんですけどね。雲が流れるだわ。あ、雲が流れるね。ありがとうございます。新居お披露目したの、した、うん、結局弾くという。フックブレードよ。オケよ、すいません。後で見るね。はいはい、ベースいいよね。千葉銀歌おう。いやーね、割と音大丈夫。あ、録音読めなかった。低音って思ってる以上に響くもんね。まあ、でもね、このね、アンプがまずね、ローがあんまり出ないんですよね。これくらい大丈夫だと思うんですけどね。千葉銀の弾き語りを聞きたい。弾き語りを聞きたいって何？ギターかなんかでってこと？セカオワ弾いてセカオワさんの曲はちょっと弾いたことを、弾いてみようと思ったことがないな。うん。響くよ、アンプは。そうだよね。ギターアンプだからし、ギターアンプというわけではないんだけどね。初見どうしたんだ。初見くらいかけ。セカオはベースないやん。あ、まあ、ないのか。まあ、あるんじゃないのかな。うん、エムライズのベース本当好き。いやありがとうございます。いやね、だからね、自宅配信しなくなってこうやってベースね弾くことなくなったからね、本当になんかこうみんなもね、アルバム曲とかなんかこう、もしかしたらね、ベース弾くなやっていう人の方が多いかもしれないけど、聴きたい人の中ではね、聴きたい曲溜まってるかもしれないからね、うん、
千葉銀のベースラインすこ腕落ちた落ちてないわ。あんなにツアーで散々回ってきたのに落ちないわ。ただね、そう、そう、こうさ、配信で何弾いて何弾いてつって弾くとさ、もう結構、なんていうの、いっぱいいろいろ弾くじゃん。でもツアーで回ってるとやっぱツアーでいっぱいやる曲ばっかりになるからさ、なんか、あれだね、きっと良くなるさとか、いや、ヨルダンさんのツーマンでやったんだけど、もうあんまりにも覚えてなくてびっくりしちゃった。びっくりしちゃった。おはようのうざいからの部分のベース最高に好きです。僕はつまんないのあたり、うん、忘れるもんなんだね。いや忘れます。弾かないとね、やっぱ忘れる。23歳、ああそこでおうちベース配信ですよ。そうなんですよ。そうなの。本当にね、みんながこれ弾いてあれ弾いてって言って、だんだんなんかね、やってるうちに忘れないみたいなとこありますからね、マジで。もう踏んで、久々にスタジオでの子に、この曲やろうって急に言われて、モノ君とかも全然覚えてないっていう中で、俺だけがドヤ顔で弾けるみたいなね、すごいありましたから、ベース配信をやっていく、今後も今後もやっていく。ダース・ベイダーは好きですか？好きですパソコンどうしたの？パソコンまだ設置できてないですね。設置できてないって、設置したところでもう1年つけてないんで、ちゃんと起動できるかどうかちょっと、あれなんですけど、うん、ちょっと心配なんですけどね、うん、スタジオ配信みたいな、スタジオ配信もやってないね、スタジオ配信もね、うん、バグった特注材、おい、読めなかった、うん、Wi-Fi あるの？ Wi-Fi あります、Wi-Fi あります。ノートあるけど、もう、くっそ重いけどね。Windows 10にアップデートしてからもう、動きがもう、どんだけ、次のページ開くの、どんだけかかるねん、みたいな。うん、片付いたの？片付いてません。この一角だけね、スペースを確保したって感じ。うん、スタジオ配信なんでしなくなった？いや、そんなね、なんでしなくなったっていうのはないんだけど、まあ、結構、まあ、ずっとツアーとか、ね、あって、ちゃんと練習しようぜって、なっただけ。ツアーでもほら、レア曲とか、ね、まあ、各場所で1曲くらいはやったと思うけど、そう、ちゃんと練習して、ちゃんとやろうってなっただけ。前は、ちゃんと練習しなきゃいけない時間を配信に使ってた。真っ当で草。バグったと26歳と口ずさめるとランと大丈夫はないじゃなかったことになってるでしょ。なってる、まあ、なかったことになってないですよ。ね、NG フェスでやったじゃないですか。ね、口ずさめるとかもね。ランはやってないか。バグったもやってないか。26歳がやった？やったよね。うん、真面目か。そう、普通のことをし始め、そうそう。今年気に入らなかったアーティストっていた。今年気に入らなかったアーティスト。いやー、わかんねえな。いや、まずわかんない。うん。ランマジでいつか生で聞きたい。ランね。うん。ディス枠。大丈夫話はなかったことでいいよ。うん、千葉金ディス配信開始してません。してないです、うん、魚の悪口ミスやめなさい。具体例出されたら俺がそのアーティストディスったみたいになるでしょ。今年良かったアーティストは、今年良かったではないですけど、やっぱね、やっぱヨルダンさんは2箇所こう回させていただいて、もう正直な感想、こんなにかっこよかったっけって思った。ここまでかっこよかったっけって思った。ヨルダンは、正直。うん。モノ君もすごい褒めてた。いや、すごいかっこよかったね。うん。
あれニコ生じゃないのか。いやパソコン設置できてたって申し訳ないですね、うん、すごい仲良さそう。まあまあちょっとね縮まったと思いますよ、うん、ヨルダンすごい、ヨルダンさんやばみ。まともに生初めて聞いた、かっこよかったね。いやかっこよかったね、うん、ヨルダンいいよな。ヨルダンさんとタイプ違くない？いやタイプは全然違うけどね。いやいやタイプは全然違うけど、俺はいろいろ好きだよ、うん、いろいろ好きよ、うん、去年も浜松でヨルダンと対バンしたりしましたね。対バン相手のどこで見てるの？楽屋。いやリハとかも見るし、まあちょっとね本番始まっちゃうとちょっとその中では見れないけどね、楽屋でも音は聞こえたりモニターついてたりもするしね、うん、ヨルダン売れそうだな。いや売れるんじゃないですか、うん、ヨルダンのファン意外と乗ってくれたね意外ととか言うな。 どっちも好きなんだよきっと、きっとね、うん、対バンしたいバンドは、対バンしたいバンド、対バンしたいバンド、なんだろうね、なんだろう、 あんまりいないんだよね、うん、ヨルダンと対バン嬉しかった。いやね、いいツーマン回らせていただいて、誘っていただいてね、うん、ファンが優しいのかヨルダン聞いてみようかな。いやいやかっこいいですよ本当に、うん、千葉銀貫禄出たわね本当本当。ちょっとヒゲがあれだからかな、うん、ヨルダンカウントダウンジャパン出る。そうなの？そうなの？自分が出るフェスでもない、なんでもないからね。カウントダウンジャパンの出演アーティストとかもさっぱ知らないけどね。もう横顔がぽっちゃり。あ、そういう意味で貫禄ってこと？千葉銀目力増した。本当？春休みツアーのゲストってもう決まってるの？いや、全く決まってないです。全く決まってないです。二度としたくないのは、対バンを？対バンしたけど、こいつらとした、もうしたくねえって？なんだろうね。対バンしたくねえなっていうのは、あれだね。その、アーティストがどうっていうのはあんまないね。でもね、うん、まあいなくはないけど、うん、ぶっちゃけて大丈夫なのかいいやまあ言わないけど、うん、そうあのだからそのファンがなんかこうあなんかマナーないファンなんだろうなっていうのが見て取れるようなバンドはもうあんまりしたくないなと思うね、うん、そういう感じかな、うんね、ヤバティとキューソイスリーマン。いや それはヤバティとキューソイツーマンやったらいいんじゃないのかそれ、うんそうね、そんな感じかな、うん、かまってちゃんのファンは、わかんない。でもかまってちゃんのファンどうなんだろうね。だってさ、そのこう自分らが出てる時はこう盛り上がってくれてるわけじゃん、かまってちゃんのファンはね。自分らが出てない時に、まあ、例えばだけど、まあ、今回のヨルダンだったら、そのヨルダンの出番の時にかまってちゃんのファンがどうしてたかは僕ら分かんないですから、うん、見れないからね。そうマナーないとは、いやーなんかこうあれよ、なんだろうね、こうさね、ちっちゃいライブハウスにもうぎゅうぎゅうになってさ、もう全然動けないとかならしょうがないけどさ、こうまあまあちょっと広めのとこで、まあ、余裕あるような場所だったらさ、こう、まあ、例えばかまってちゃんとヨルダンで、かまってちゃんが出てヨルダンだったでしょ。で、まあ、例えばヨルダンのファンがかまってちゃんの出番の時からバーッと前の方をね陣取って
しかも全然盛り上がねえ、盛り上がんねえとかだと、もうなんかこっちはもうなんかさ、あーんみたいな感じになるわけじゃん。いや、ヨルダンさんのファン全然そんなことなかったんだよ。ごめん、例えばで今、あの、ツーマンライブをした直近のアーティストがヨルダンだったから出てきちゃっただけで、ヨルダンさんはのファンをみんな盛り上がってくれて最高だったんだけど。そうそうそう。まあ、そういう感じで、ちょっと、なんか盛り上がんないんだったらもうちょっと一回下がっててくんねえかなと。全然興味ねえの、わかるからさ、みたいな。うん。一回ちょっとなんか譲ってあげたらええやんみたいな、アーティストが、ま、いなくはない、いなくはない、そういうアーティストは、あのアーティストさんはもう楽屋とかでいい感じに挨拶してくれて、ライブもかっこよかったけど、あんまりもうやりたくないなみたいなのはあるよね。まあ、それくらいよ。だからかまってちゃんのファンがもしツーマンとか対バンとか出るんだったら、もしそういうなんか一回自分ら次かまってちゃんの出番だけど、一回ないいとこ取ってそこに陣取るんじゃなくて譲ってあげたりしてほしいなという気持ちはある。まあもちろんみんなお金払ってやってんだからさ、自由だろって言われたら自由だとは思うけど、やっぱそこ優しさじゃんね。うん、そうそう、そういうことをやってほしいなってかまってちゃんのファンにはそうって思います。そんくらい、うん、頑張ってじゃあのファンも評判落とさないようにしないと。いや、そうで、そうよ。だからやっぱあそこのファンちょっとやだねってやっぱ言われたらさね、例えば今回春休みツアーの対バンでね、あのまたお願い、対バンお願いしますお願いしますっていろんなところに連絡するわけだけどさ、あのそういうのもやっぱ断られちゃったりするわけじゃん、うん、ね。なのでね、本当にあのね、のこさんがいつも言ってる俺らはみんなでかまってちゃんっていうのは本当そうだと思いますしね、あのまあちょっとそこら辺をね、ファンに優しく、他アーティストのファンには特に優しくを心がけてライブに来ていただけるととてもありがたい、とてもありがたいです。はい、とてもありがたいです。はい、そんな感じですそんな感じですね、あそこのファンはすごいなんか盛り上がってくれたよねってなるとさ、あれうちらのバンドってそうじゃな、そんなことないって思ってたけど、かまってちゃんのファンと結構相性いいんじゃんってなってくれるわけじゃんね。そうだったのかっつって、うん、じゃあまたやってみようかなとかさ。そうそう、外面いい子心がけます。いや、ほんと外面だけでいいんで心がけていただけるとありがたい、ありがたいっすマジで。はい、ロック兄弟でのかまってちゃんファンのコメント、ああ、だから他のアーティストが出てるときにね、かまってちゃんまだかよみたいなコメントとかね、あの本当やめてほしいですね、俺ね、うん。外面だけでいいんだよ、本当に。もう、あの、もうすっごい真顔で、ってやってくれたらいいんだよ。表情まで絶対見えないんだよ。そう。あれは恥ずかしい。ね、同じファンとして恥ずかしいっていう人もいると思うしさ、そう。そういうのでいいからさ。ぎょい。ね、まあまあちょっとそういう、ちょっとなんでこんなもう1年ぶりの自宅配信でこんなファンマナーについてを語ってるかちょっとよくわかんないけど、そうしてくれるとありがたい、ありがたいです。はい。福島県来たことある。福島県この前行ったばっかだわ。うん。お互いリスペクト大事よね。そう、本当そう思います。真顔はあかん。いや、あの外面でいいですよ。うん。いや、勉強になって。この間、イーストで隣の人が撮影してたんだけど、ダメですよね。あ、それはダメだろうね。ダメだろうね。うん、それが千葉銀の配信。千葉銀ちょっとだけ避けて、はい。はい。何でも楽しもうとして見る。ああ、いや、素晴らしい、素晴らしいと思います。はい。じゃあ、そろそろカラスの話はもういいでしょ。もういいでしょ。うん、見かけたよ福島で、これ何、福島でやったことありますかの後に見かけたよ福島でってことは、たまたま見たってこと。ありがとうございます。あのね、あの郡山でね、やらせていただきました、ライブ。カラス懐かしい。撮影してる人いるのなんとかならんのか。いや、そりゃね、ダメですよって言ってんのにやってんだから、もうしょうがないんじゃないの、ね、全員の携帯没収するわけにいかんしね。うん、なかなか難しいよね。今来たよ、いらっしゃい、いらっしゃい。定期的なカラス、ね、撮影してるの見かけても注意できない。いやー、それはしょうがないよ。
道端のヤンキーに注意できないみたいなもんだよ、うん、アナウンスもう少ししてみたら。ねえ、なんかイベントとかだとね、撮影禁止となっておりますみたいな前説あったりするけど、確かにワンマンとかないかもね、もしかしたらね、うん、後ろの方でがっつり撮っててムカつい。あ、そうなんだ、そうなんだ、うん、これまでで一番ダメだったなって思うライブは、いやちょっと一番決めらんないな、もうダメライブがいっぱいありすぎて、うん、最近一番美味しかったインスタントラーメンは、いやあれかな、やっぱラオウのスーラータンメンかな、うん、逆に海外アーティストみたく OK にして拡散させるのは、いや正直ね、俺それでもいいと思うんだけどね、もう撮影 OK にしちゃって、もうどんどんみんなが拡散してくれよっていうのいいと思うんだけど、うん、いいと思う、俺はいいと思う派なんだけど、まあでも会場とかの問題もあるだろうしね、一応もうダメとしてる以上もうダメなんだろうね、うん、食料足りてる、食料はもうね、本当に差し入れが、僕は食料ばっかりね、で食料はなんとか生きてます。ただ後ろから見るとスマホの明かりが気が散る。あー、それはね、そうだね、いやもう正直さ、もうダメって言っててもさ、こうね、ポケットの中にこう録音機材入れて録音しててさ、家帰って楽しもうくらいの人だったら、もう正直俺ダメだと思うけど、ダメだけど、ダメだけど、いいんじゃない、だからいいんじゃない、ダメだと思うんだけど、うん、くらいの気持ちは個人的にはある、個人的にはあるんだけど、ただ他の人に迷惑かけたらあかんよ、やっぱり。なんかそれを後でインターネットに流しちゃうとかさ、個人的に楽しんでくれと、うん、ね、いや他の人にどうしたらあかんよ、うん、隣の子終始自撮りばっかだったな、この間の郡山ライブ。どういうこと、どういうこと、撮影してはいけないのに、その撮影をするばかりか、なぜかアーティストを撮らないで自撮りしてたってこと、どういうこと。この間のライブ配信は神音質、ああそうですね、あれはちょっと PA さんとかにも協力していただいて頑張りました。千葉銀ずっとコメラン、コメランとかぶってる、あそこ、こういうこと、こっち行けってこと、こっち行けって、あよく今気づいたよっす、はいはいね、レベル高い、レベル高いね、自撮りはレベル高いね、あれ本当に神だった、まあ、ちょっとまたいつかやりたいですね、うん、本当良かったみたいで、良かった良かった。あ、歓声が入った方が好き。あの方式だと歓声は入らないのか。そうかそうか。のこさんから移ってきました。いらっしゃい、いらっしゃい。就寝配信して、いやだよ。明日がかまってちゃん納めで OK。まあ一応ライブは今のところ納めですね。なんか急に、急になんかもう年末のなんか、ね、29日に入りましたとかそういうのがない限りは。ない限りは一応明日がライブ納めです。ライブ中に自撮りとか自分好きすぎない、いや本当本当ね、本当ね、就寝配信のこニコ生でしょう、まあ、とりあえずまあ、今日はパソコンもまだ設置できないんで、とりあえず今日はしないですけど、まあまあ いつかねいつかね、うん、背中合わせって何だったんだありましたね、そんな話も、そんな話ありましたね。年越し配信します、します、そのうちそのうちそのうちしましょう、そのはいはい、背中はそのうちじゃねえや背中合わせその話ありましたね。いやそんなにしてほしかったの、そんなしてほしかったの背中合わせ、いやいやあれじゃん、あれじゃん、ギャグで言っただけじゃん、ホテル配信のノリで言っただけじゃん。そんなあれ、そんなみんなあれだったの。明日やればいいね。明日ね。そっか。次こそ寝よ。次こそ寝よ。え？肩車まで見れて超嬉しかった。いや、背中合わせね。
絶対笑えるのに。いやだってのこさんがね、あのいい感じだったらいいけどね、怒り出す可能性すらあるからね、ちょっとタイミングを間違えると。うん、あの怒らせ、ライブ中に怒らせてしまうのはちょっと僕も本意ではない。ちょっとなかなかタイミング難しいね、あれね。うん、千葉物でいい、あ千葉物でいいの、千葉物でいいなら正直いつでもできるけど。うん、ニコ生のプレミアム切ったけど千葉銀が定期的にやってくれるならまた入る。ああ、ありがたいこと言ってくれるね。ね、定期的にはやるつもりではあります。うん、まあ、ちょっとできるだけね、やりたいですね。うん、千葉物良き、千葉物がいい。あ、ほんと。アルティメットレーザーとかで勢いでやっちゃえよ。ほんと、千葉三沢、千葉三沢無理なんじゃないかな。美佐子さん、背中を合わせようと思ったら俺真裏にいなきゃいけない。のこさんに優しい千葉銀好きだよ。あ、千葉物出てものこさんが焼くかな、焼くなんてことあるかな。うん、殴られる覚悟でそこは一つ。いやいや、その俺が殴られて終わるんだったらいいけどさ、それ怒ったことによってなんかこうライブ自体がなんかちょっと変な感じになっちゃうとちょっと嫌じゃん。うん、ね、俺がおいこの野郎、千葉銀この野郎っつって、それでも終わったらいいよ。うん、それで終わったらいいけど。それもライブじゃあやめよっかっつ軽い何やってんだよって言いそう。意外と照れるかもしれない。そこは事前にちょっとお伺いを立ててですね。いや、事前にでいいのか、事前に言っていいのか。事前にか。ねえねえねえ、今日のライブさ、背中合わせてもいいっつって。どうしたんだ千葉銀と。なってしまうね。もう急にね、お断りします。うん、打ち合わせ。戸惑い、怒り出すのこちゃん想像。いやーね、まずは千葉物でだな、ですよね。合わせか。なかなかね、難しいんだけどね。曲も選ぶからね。まあ、分かりました。そんなにみんなが熱望してくれてるんだったら、そんなに熱望してくれてるんだったら、じゃあ、ちょっと、とりあえず、モノくんとはいつかやりますわ。近いうちに。やりますわ。あれかな？近いうちにって言っても、もう明日のチャンスを仮に逃したと考えたら、もう次は3月？ね。なのでね、明日だって配信もないよ。大丈夫？明日来れる人しか見れないよ。うん、で、まあ、いっか。白熊で。3月の行きたい誕生祭であれば、白熊で。ワンマンでしないよ。あ、ワンマンでね。確かにね。年越し配信でやろう。おかしいでしょ。おかしいでしょ、年越し配信でやってたら。うん、今時の子でモノくんギター弾いた時しないよ。モノくんギター今弾いてないよ。とっくに弾いてないよ。うん、チングの撮影やるなら明日で OK。あ、なるほどね。まあ、でもその背中合わせた曲をチングがアップしてくれるかどうかわかんないけどね。うん、のこさん通常運転だった。ああ、配信初見です。ああ、いらっしゃい、初見さん、いらっしゃい。はい、年越し配信するんですか。あ、しますよ。あのツイキャスじゃなくて多分ニコ生だけどします。もしね、よかったら見てくださいね。
あれなんでモノギターなくなったの？え、何？言っていいの？それはあのあれですよ、モノ君がギターあんま上手くないからっす。うん、絵はね、絵面はいいんだよ。見た目はモノ君弾いてて、ちょっと楽しいんだけど、そう、ね、そう、絵面はね最高だと思うんだけど、ちょっと合ってねみたいな。下手とかええねん。千葉がギター弾いてモノ君ベースは、いやモノ君ベース弾けないよ、もうさだまさしみたいだもんな絵面。そんな絵面かな。モノドラムまだ、モノ君ストラップ短すぎない？いやわかんない、うん、どのくらい下手なの。いやいやいや、そんなあの別に普通に弾けてますよ、普通に弾けてるけど、なんだろうね、まあ例えばこれが今時のこのコード進行なんだけど、まあ、これがちょっとみたいな感じにちょっとなるみたいな、まあちょっと今大げさにやったけど、みたいな、まあちょっと今大げさにやったけど、ちょっとあのそのやっぱコードのこのコードの移行がちょっと自然じゃないね。そうだね。そんなに、うん、いやそんな下手じゃないんだよ、本当に下手じゃないんだよ、ただやっぱりこうあのね、そんなもうね、何百人何千人って言ってくれる中でやるようなギターではないかなっていう、うん、感じかな、うん、千葉君は何歳から楽器始めた？いや俺は遅いですよ、ベース始めたのは遅いですよ。千葉君がやめろって言ったの、のこさんがクビにしたが、あ、モノ君ギター、モノ君ギターはね、俺かな。ちょっとこれでやるんだったら、ちょっとあの打ち込みでギターの音入れて、モノ君ちゃんとキーボード弾いた方がいいんじゃないかなって言ったのは俺かな、うん、ひどい。千葉院先生厳しい。いやだって、うん、絵面がいいのは知ってる、絵面がいいのはわかるけど、それはもうしょうがないもん、しょうがない。ショック受けてた。いやショックも何も、モノ君ギタリストじゃないもん、だって絵面大事。あ、ほんと。え、じゃあもう何、もう下手くそでも何でもいいからギター弾いてほしいって人の方が割と多いのかな。そういうこと？誕生日直前にこの扱い。いや、誕生日直前に言ったわけじゃない。うん。多くない。いや、そっちの方が多いんだったら、もう別に戻すってもなくもないけど。うん、いや、出音は大事にしてほしい。どっちやねん。どっちや。うん、上手い下手あんまり分かんないんだもん。ああなるほどね、新鮮でよかった、別にいらんのかい。いらんのかい。あの青いギターってだろ、俺モノ君のギターじゃない、うん、モノ君はかまってちゃんの煽り担当だからさ。いやいや十分承知よそれは、うん、あギター持たせてアンプ切ったら。そっちの方がひどいでしょ。うん、こっちの方がひどい。普通に演奏してくれた方が嬉しい。やっぱそうだよね。やっぱそうだよ、うん、夜空の虫みたいにのこと並ぶ方がいい。そうね、うん、とりあえずにぎやかしで
ゴールデンボンバー感。そうね、まあまあ、あの俺も正直あの夜空のスタイルのあの二人が隣り合わせで いいと思うよ。いいと思うよ、うん。自分らしくでエアギターやってるやん。そうっすね、モノくん、モノくん自分らしくの時こうやってるよね。なんか弾いてる風な感じしてるよね。モノキュンは踊り子だから。モノくんはバク転覚えた方がいい。ガマジのライブで急にバク転始められても困る、うん、そのマグパマグカップ何。ダンスでいいです。チワギンもっと歌ってほしい。いやえー、何それ。いや、な、何それって男、前の家からずっと使ってるでしょ、この、この懐かしいマグカップの顔して。モノ君誕生生誕まであと40分、あと40分か。千葉銀のソロ曲欲しい。あ、そうそうそう、あのね、あれですよ、あのついにもう 2,3 年前の話だと思うけど、あの余興モノ君と僕とで、あの結婚式の余興でオリジナルソングを作って歌ったんですけど、でそれをねみんなに言ったらね、聞きたい聞きたいって言って、じゃあいつかちょっとちゃんとした録音みたい、録ちゃんとしたっていうかデモみたいなもん作って、あのなんかどいつかアップするよみたいなこと言ってて、ずっとやってなかったんですけど、今その作業頑張ってますよ。もうソロ出来上がる、もうソロ出来上がるよ。年内公開します。年内公開する。年内配信、自宅配信も守ったし、年内その曲も公開する、うん、するよ、しますよ。恥ずかっぴいけどね、作詞作曲千葉銀。編曲も、編曲モノくん、自宅配信守れないと思った、守れないと思ったでしょ。そう、頑張ったよ。めっちゃ大変だったんだから。めっちゃ大変だった。で、二人でモノくんちでミックスして。マジマジ。もうソロできますよ。うん。恥ずかピーっていう方が恥ずかしい。恥ずかピーよ、マジで。自宅配信はもう一生ないかと思った。モノくん生誕祭の動画作り終えました。あ、いや、だからそれもね、頑張ってますね。めっちゃ楽しみ、楽しみにしてます。いやいやいや、千葉銀できやればできる子やん。せやねん、千葉銀やればできる子やねん。そう、頑張りすぎて入院しないでね。そうだね、退院したばっかりだからね、うん、やればできる子 YDK。 伝突する、伝突しない、だからどうってキャスしてて、してるもん、携帯使って。そう、公衆電話、まだ公衆電話ね。12時になったら歌って、いや、モノキュンね、来てくれりゃいいけど、無理無理よ。今来た、自宅配信嬉しい、いらっしゃいいらっしゃい。モノくんには何あげるの。いやー、誕生日プレゼント用意しましたよ。モノくんはあれだったけどね、人間的なものだったけど。モノくん米しないかな。モノくんね、
iTunes カードだったら笑う。のこちゃんから戻ってきました。あ、おかえりなさい、おかえりなさい。あれ、のこちゃん配信終わったの？まだやってんですよ。こんな時モノくんバイトだったら心から応援したい。いや、もうバイトじゃないと思いますよ。うん、のこちゃん延長してくれてます。あ、そうなんだ、延長してるんだね。モノくんまだバイトやってる、バイトやってる。モノくん今日何やって、モノくん今日お休みだったんじゃないかな。モノくんだけバイトしてるなんて給料格差ですか。いやいや、そんなことない。モノくんはモノくんと僕はもう全く給料一緒ですよ。あの、ただあのモノくんの方がお金遣いが荒いってだけです。モノくんは欲しいものは我慢しないたちなんで、僕はもうお金がなきゃいいかなっていう、もうお金がないからもう買わないっていう人なので、運転してるの、運転、別に運転しててなんか運転手当みたいなないですからね。モノコさんはお金持ちだと思いますけど。またツアーで物販買って貢献しました。 ありがとうございます、ありがとうございます。いや、ほんと助かります。はい、ほんと助かります。モノ君と千葉銀が同じって、他2人はだから、あの、美佐子さんもかまってちゃんの給料は一緒ですけど、まあ万文でね、多少なりとは入ってると思うんで、まあちょっとは、少なくともちょっとは、万文がいっぱいもらってるんだったらいっぱいもらってるかもしれないけど、ね、今聞きました、ベース弾いてる、うわー運転手当あってもいいよね。いや、あってもって言われてもね、それはそれを決めるのはね、パーフェクトミュージックですからね。ほんと運転手当、ツアーグッズはまた通販するかな。いや、もういつかするんじゃないですか。うん、のこが万文ソロプロジェクトに作詞作曲したのはどう思った。いやいやいや、いい曲だ、いい曲でしたよ、あれ。ほんとにほんとにいい曲でしたよ。うん、お金の話はしてっつってその代わり車自由に使えるのもね、まあまあまあ、そう、まあ、自由にってほど自由には使えないですけどね。ね、遠出していっぱいガソリン減らしたら自分の金でガソリン入れますし、うん、パーフェクトが千葉に甘えてる、まあね、千葉銀も楽曲提供すればいいのに。いや、千葉銀がね、楽曲提供しましたっつって CD が売れるんだったらいいけどね。やっぱそこはやっぱこう作曲家としてのやっぱね、知名度も いるだろうし、まあいろいろ大変だよ、大変だね。そうね、いや、ガソリン自分もじゃない、ガソリンはその仕事で使った分はちゃんと出してもらってるんですけど、自分で、まあ、ちょっとスーパー行くくらいは別に俺もわざわざ、ね、ガソリン足したりしないから、まあ、事務所持ちみたいな感じだけど、ちょっともう遠出して半分以上使っちゃったとかだったら俺も足しとかなきゃいけないし、それは自腹でやってます。レシートなくしたら死活問題。そうですよ、そう、ほんとそれ。いや、俺結構さ、かまってちゃん あのお金管理結構やってるんだけどさ、もう絶対損してると思うんだよね。何枚かなくしてると思うんだよね。いや、ほんとに、いや、マジでほんとに。誕生日にガソリン、そう、誕生日にガソリン入れてましたね。今から忍たまラーメン行こう。いかんわ、いかんわ。真っ白のレシートね、この前消えてたしね、レシートね。そうだって、ガソリン満タンにしたレシート1枚なくしただけで6000円くらい返ってこないんだぜ。いや、マジほんときついで、あれマジで。レシート内側に折った方がいいよ、摩擦できる。いや、あの、消えてからもう毎回そうしてるよ。いや、ほんときついよ、死んじゃあれは。6000円も入るの。いやいや、空っぽから満タンしたら大体6000円、まあまあ、そのね、入れる場所、千葉県は結構安いですから、千葉県で満タンにしてもそんなにはいかないけど、で、例えば高速道路中とかにさ、高速道路のガソリンスタンドが高いんですよ、あれ。
7000円、ま、空っぽから入れたら7000円とかしますよ、うん、いや本当に。白熊でプレゼント直接渡せる、渡せると思う、渡せると思います、渡せると思います。6000円自腹ツラタン、いや本当ですよね。いや、運転してさね、6000円払ね、お金払って運転させてもらってるみたいなね。ね、白熊にガソリン持っていけばいい。いや、それはいいです、それはいい、それはいいです。大きいものは持って帰るの大変だから事務所に送ってってメールに書いてあった。あ、そうなんだ、そうなんだ、なるほどね。じゃあそんな感じでお願いします、そんな感じでお願いします。はい、運転手当過去なぜか逆に払う。いや本当ですよね、運転してたらさね、こう事故だけじゃなくてさね、例えば警察に捕まるリスクだってあるわけじゃないですか。覆面がさ、はい俺のことを追い抜いたっつってさ、ね、リスクしかない。あっちもどっちもお金の話。いや、お金の話はしてるか。してるな。うん、してる。スタッフさん運転しないんですけど、あのね、メンバー車はね、一応マネージャーの天野さんが一緒に乗ってるんですけど、まぁ、ちょっとね、やっぱ遠征とかなるとね、あの、天野さんも本当前後もずっと大変なので、ライブ準備とかもずっとバタバタして、くよーって踏んで、あのライブ当日とかも、あの、天野さんだけホテル出るの一人だけ早いし、機材搬入とかして、まあまあ、ちょっとできるだけ休んでもらいたいという気持ちで俺がやってるんだけど、いや、ほんと寝てないと思うからな、あの人ね。多分死んじゃうと思う、このまま。得体の知れないスピード出さないでね。そう、大丈夫、安全運転でね、うん、そう。顎は免許持ってなかった。顎くんは免許持ってるんだけど、あのペーパードライバーなんで、あのあれですね、高速とかはちょっとみたいな感じです。天野さんご飯食べてるの？天野さんね、ご飯ね、まともなもん食わないんですよ。食パンとかで済ますんすよ、なんかあの人。のこは免許を持ってるし、ペーパードライバーでもないけど、のこが運転するくらいだったら、もうあの70時間寝てない俺がした方がまだいいんじゃないかなっていう気持ちはある。天野さんペーパー、天野さんじゃない、天野さんはペーパーじゃない、あのモノクね、モノクペーパーモノク。うん、そうだね。そう、それどっちもあかんやつや、間違いないね。モノくんも怖くない。いや、モノくんはね、モノくんはペーパーで、もう本当にあの自分はペーパーであんまり慣れてないっていうのをすごい肝に銘じる人なので、あのめっちゃゆっくりあの走ってくれるよ。1回か2回くらい運転してくれたことあるんじゃないかな、多分。俺が足の骨を折った時とか、うん、え、のこちゃんの運転そんな怖い？いやグランセフトオートですよ、うん、のこさん柏駅から運転してない？いや、それわかんない。高速でゆっくり走ってなかったっけ？だ、それモノくんでしょ。モノくんはなんかね、してくれたことありますよ。1回か2回くらい、うん、足の骨を折って初めて運転して しなくていいの。そう、足の骨折るまで行くと運転しなくなる、千葉銀が、うん、早く自動運転技術一般的になるといいね。あー、そうね、ハンドル離してて目的地着いたら最高だね、最高だね、うん、まあ命預けるなら千葉銀がいい気がする。そうだろ、そうだろ。
千葉議員眠気どうやって回避してる、あのね、まあ、とにかくなんか食う、口になんかこうやっぱこう咀嚼をしてるとね眠気は飛びますね結構ね。おすすめはスルメイカですね。スルメイカ、骨折は労災降りたんか、降りてないんじゃないかな、自腹で行った気がするな。スルメイカはほんと眠気飛ぶ。そうで、スルメイカはあのこのだったら食ってる時に歯に詰まってすごい嫌な感じになるので、最近はあのメガシャキガムを食べてますね。そうメガシャキガム食べてます。メガシャキガムはほんと飛ぶ、あの一瞬だけど、またすぐ眠くなるけど。そうメガシャキガムはねほんといい、ほんといいですよ。ただメガシャキガムね、本当はね高速のサービスエリアとかにしか売ってないんだよね。普通のコンビニで見たことない。ドリンクはメガシャキミンミンダハチ、あ俺はあのメガシャキが好き。ミンミンダハほんとまずい、あのミンミンダハまずほんとまずい。メガシャキまだいい、まだいい、まだいい。一番効くのはやっぱりあのギガシャキね、ギガシャキ、いやーほんまずいの分かる、メンミンだがまずいね、あのギガシャキがやっぱ一番効きますねやっぱね、ミンミンだがまずすぎてきた、ミンミンだがもうなんかあのなんだろうね、あの分かんないと あんなえぐみするみたいな、するね。どんな味が気になるけど飲みたくない。いやめ、ミンミンだはまずいです、ほんとに。ギガシャキ送りつけるね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。カフェイン多すぎてトイレ行きたくならない。あ、なるなる、トイレ行きたくなるよ。メガシャキは美味しいの。メガシャキはね、美味しいまでいかないけど、まだ全然飲めます、全然飲めます。エナドリは、あ、エナドリは、なんだろうね。俺はレッドブル派、モノ君はモンスター派。レッドブルとか飲む人、飲む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 、飲みますよ。メガシャキ飲んだら吐いた、あらダメだった、ダメだった。カフェイン取りすぎ気をつけて、いや気をつけてる、気をつけてるよ。トイレ行きたくなっちゃったらどうやって我慢するの。いやトイレ行くよ、トイレ行きますよ、トイレ行きたくなったら。レッドブル飲むと眠くなる。本当？本当？レッドブル普通に味が好き。美味しいよね、レッドブルね。ブルブル使ったことある？ブル、え、プルプル？プルプル何それ？プルプルって。千葉金の運転で眠りたい。美佐子さんとかすぐ寝るよ。すぐ寝る。明日何時入り？明日はね早い、明日はめっちゃ早い、頑張って起きなきゃ。本当にカフェインを少しだけ取ると眠くなるの、なんかリラックスするらしい。あー、そういうのもあるのかもね。所詮は気休め、いつか倒れる。あー、それはそうよ、それはそうよ、うん。おしっこがたまるやつじゃね、プルプル。あー、簡易トイレね、使ったことない、ない、はい。リポピタンスーパーが一番好きです。あ、そんなの飲んだことないかも、うん。紅茶の方がカフェインは、あ、そうなんだよね、紅茶が一番多いんだよね。そう、リアルゴールドが好き。そうな、そう、リポピタンスーパーは目がキンってなります。マジか。本棚見せてよ、見たらいい、見たらいい。見えないか、見えないか、見えないか。どんな眠気覚まし飲んでも寝るわ。いや、究極眠いときはもう無理だね、もう無理だね、うん。
ポケモリまだやってる。ちょっとイン下がったけどまだやってるよ、うん、エナドリ飲むとお腹壊す。本当？進撃の巨人新刊買った？まだ買ってない。ソニコミある？ない。何のベースフレーズ？え、これ？これ？冷たい水も高速乗るときおすすめですよ。あ、黒いのは進撃の巨人。そう、ここにあるやつね。これ進撃の巨人。よく分かったな。そう、これなんでもないな。これ俺これは俺があのなんか手持ち無沙汰になった時によく弾くやつ何のあれでもない、何の曲でもない。多分自分で考えたと思うこと。牛尾全部漫画、いや漫画小説もあるよ。モノクエに捧げる曲作ろう。ベースで手持ちブサだっていくといつも手持ちブタさんが頭に浮かんで和む手持ちブタさん今さらだけどモンストバンドかっこよかったです。 ありがとうございます。ありがとうございますね。そうね、僕に捧げる曲はよ僕に捧げる曲ベースで。千葉銀ミニクリアファイルもらった？もらってない。継ぎはぎちゃんのやつでしょ。もらってない。即興でモノクベースでモノクに捧げる曲。歌詞いい感じ。千葉銀ギターでやろうよ。そういうのはさギターでやろう。ベースは無理あると思うよ。ギターでやろう。よいしょ、どっこいせ。ギターでやろう。ミニクリアファイル高速のレシートとか入れるのにいい。あ、確かにね。いいかもしんない。よいしょ。ポケモリ ID さらさないの？いや、さら、ツイッターにあるよ。さらしてるよ、とっくに。よいしょ。俺の SG。難しいの。千葉銀とフレンドになり損ねた。うるせえ。うるせえ。
君は離婚をしてしまったけど、いい相手がきっと見つかるよ。イチャイチャできたらいいね。モノ君誕生日まであと10分。そうですね、たまにビーティーやシールドの接触が悪い。モノ君おめでとう。いや、モノ君あと10分でね、誕生日だけどね。これ白熊で歌わない、歌わない。泣いた。いやね、本当にね、いや本当に俺ツイートでも書いたけど、いやみんながこうやってね祝ってくれるから、あわーい誕生日だわーいっつってめでてえなって言って言えるんだよね、うん、やっぱ PUG なんだよな。公衆電話早く探しに行かないと探しに行くとしても配信切るわ。 PUG 再始動早よ。 PUG ね、大変なんだよ。モノ君何歳ですか。さっき散々歌ったろが。32歳。やで、32歳。そう、もう吐き捨てない、吐き捨てないよ。こんなにファン PUG 望んでるんだから復活しようぜ。ベイビーピンク弾いて。こんなね、こんなクリーンで弾いてもね、やっぱギターはね、あれですよ、歪んでてなんぼですよ。うるさいうるさい。PUG で0時越すのかよ。もっとくれ。よし、PUG とかまってのツーマンお願いします。いるか、いらないでしょ。かまってのワンマンでいいわそれ。
タはねやっぱりたまに弾くと楽しい。ドメスティックバイオレンス、ドメスティックバイオレンスは。いい音。芝銀の歌声聞きたい。いや歌はね、さすがにね、さすがにご迷惑だと思うんだよね。さすがに、うん、くれないわ、くれないわ。まあ音大きいんだけど、配信越しだからかな。いや大丈夫だと思いますよ。残念って言いそう。割と音出せる物件。いやまあ大丈夫だと思う、うん、ヒビカルのサビ前弾いてほしい。ヒビカルのサビ前、え、ヒビカルのサビ前ってなんだろう。え、ここ新居、ここ新居。絶対に同じアパートに住みたい。ギターが千葉を超える日は来るの。いやいや、のこさんの方がギターうまいっすよ、うまいっすよ。千葉銀運びで路上ライブまだしましょうかね。ね、大島より今路上ライブね。あれ どうやって申請取るんだろう ね。今日何時まで、いや、とりあえず何時までかは決めてないんだけど、明日が早いのでそんなに遅くまではちょっとやるつもりないです。でとりあえずモノ君の誕生日は別に電話できるわけでも何でもないけど、一応それまではやろうかなという気持ち、うん、気持ち。ベースの練習してる銀におにぎり差し入れしたかった人生のババアですそうだね、それはなかなか難しい。許可取ってんの？いや路上ライブの人は許可取ってるでしょね。やばい、千葉銀だ、久しぶり久しぶり久しぶり。何度も言うけど配信自体は久々じゃないからね、自宅配信が久々なだけだからね、うん、そうだよ、自宅配信が久々なだけだからね、うん、いや撮ってないと思います。いや少なくとも、まあ、ちょっとね、千葉県で路上ライブと言えばでおなじみの柏駅は一応許可取んなきゃいけないことには なってる一応ね、うん、千葉銀の焼肉を思い出せ、肉食いたくなった焼肉配信ね、うん、夢にまで見た自宅配信、そんなに見たかったんか。向井修徳も下北でゲリラライブやった。あ、そうなんだ。なんかね、なんか最近なんかなんだっけ、ミネタさんとなんかって言ってたね。一番近いコンビニなり、なんだろう。スラップできる。
変わるんだって向井さんも。あ、そうらしいね、らしいね、うん、そういやライブでのお子さんがダイブしてきた時にいい香りしてきた気がするんだけど何かつけてるの。知らんわ知らんわ、それ気のせいじゃないかな。モノ君そろそろ、そうだね、もう誕生日だね、誕生日だね。路上ライブ配信期待。いやーまあしたい、したいけどね、したい、したい、いつかしたい、うんね。死にたい季節聞いて、弾いて。今さだけど、チコギも誕生日おめでとう、ありがとう。誕生日になっちゃう、誕生日になっちゃう、誕生日になっちゃう、誕生日になっちゃう。どうやって弾いてるの、こうやって弾いてる。はい、どうしようどうしようどうしよう、死にたい、死にたい季節で迎える誕生日、それでそれでいいの、それでいいの。新生かまってちゃんの方なんですね。そうです、新生かまってちゃんのベースです。今年中に千葉銀の自宅配信見れてよかったね。モノ君に歌を、モノ君に歌を、モノ君のじゃあ好きな歌、モノ君の好きな歌なんだろう。モノ君誕生日おめでとう、おめでとう、おめでとう、誕生日おめでとう、おめでとうございます。32歳、モノ君の好きな、じゃあなんだろう、なんだろう、歌を捧げ、未知なる、なあなあ、わいあいだな、わいあい。これいいのかい、このモノ君おめでとう、めでてえな、めでて、お互い32歳になっちまったな。おお、ほんとによ、もう32かね。おっさんやろ、やっぱおっさんだよね。ふえ、モノキュン来た、モノキュン来た、見逃した、モノキュン見逃した、見逃した。なんだって、モノキュンなんだって。メンバー全員32歳おめ、そう、やっと32歳になりました。モノ君なんだって、下手くそだって。キャスで枠取り直せ、そうしようか、そうしようぜ。モノ君、モノ君コラボキャスだってできる、わかんないけど、わかんないけど、できるのも、できるのか、モノ君コラボキャスね。で一緒にコラボしてもう終わりにしようぜね。はい、
じゃあ一回取る、一回切るよ。これ枠は切んなきゃいけないんだよね。このままできないんだよね。そうだよね。そういうことだよね。ね。そういうことだよね。よし、じゃあ切る。お疲れ様。お疲れ。やり方わからないって。大丈夫大丈夫。俺もわかんないから。コラボのとこ押せばいいよ、モノ君。よし。じゃあまた後でね。はーい。